ゲネラルイコールアドミラールはロシア帝国が建造した世界初の装甲巡洋艦である。ロシア帝国海軍がクリミア戦争敗戦からの艦隊の復興と外洋進出を熱望した19世紀後半に艦隊主力として整備した太陽巡洋艦シリーズの始祖となる巡洋艦であった。設計上は装甲巡洋艦と呼ばれたが、その時代ロシア帝国海軍には 走行巡洋艦という正式分類が存在しなかった関係で、八百六十九年六月十四日、歴十一）から八百七十五年三月十四日、小読み12まではコルベット、または走行コルベット、あるいは半走行コルベット、八百七十五年三月十五日、小読み7からはフリゲート、または半走行フリゲート、八百九十二年二月一日、 歴8からは1等順洋艦に分類された。その後、第一戦を退き、1906年3月11日、小暦9付で練習戦。1909年10月12日、歴10付で、嫌い不接感。1920年2月1日付で、再び練習戦。1924年7月11日付で、再び嫌い不接艦。 1937年6月13日付で、自走浮き基地に類別を変更された。ロシア革命の後、ロシア共和国海軍、さらに労農赤色海軍、ソビエト連邦海軍へ所有者が変わった。最終的に退役したのは1944年であり、ちょうど80年にわたって海軍に在籍していた。官名は、ロシア帝国の海軍元帥の称号、長きにわたる、 収益期間に二度改名されており、嫌い不設艦となった1909年10月12日、歴1付月で、ナローバ、1924年9月5日付で、10月25日、ドバーツアチピャートボークチャブラーとなっている。詳細は、ゲネラールイコールアドミラール級装甲巡洋艦を参照、ゲネラールイコールアドミラールは、ロシア帝国で、初めて鉄製の船体に防御装甲を持った。 巡洋艦として設計された、ゲネラールイコールアドミラール急装甲巡洋艦のネームシップとして建造された。日本の鎖国の終焉によって、極東方面の艦隊戦力の増強を迫られたロシア帝国は、老朽化した木造上気巡洋艦を置き換え、極東と地中海での海軍プレゼンスの要求を満たすために新たに4つの巡洋艦文献隊を設置することとした。 その4体の軸となるのは、それぞれ1隻ずつ割り当てられる装甲コルベットであり、1860年代中頃から、その設計が開始された。計画は、エ、えーポポフ海軍少将が中心となって、進められた。当初の計画では、木造フリゲート、ゲネラルイコールアドミラールを回収して、再利用することが検討された。しかし、その修理にはあまりに多くの費用がかかり、 費用対効果が悪かった。この工事を行う代わりに、船体水上部分の全てを鉄製に作り替え、厚み 203mm の装甲体を貼り付ける案が出された。しかし、この案でも、機関乾燥が必要であるため費用は96万ルーブリに上った。既存艦の再利用は断念され、名前をそのままに、金属製船体を持ったフリーゲートを新造することに決定した。 ポポーフの指導の下、N エヌイクテイニコフによって、設計は仕上げられた設計では、次のような仕様になっていた。鉄製の船体は、走行体の高さに当たる構成の仮想看板を持っていた。垂直蒸気機関は高渉出力で900馬力、図紙出力で約6300馬力の出力を持っており、これによって 14KN の速力を発揮することができる設計になっていた。 燃料となる石炭の積載量は736トンで、航続距離は1800里であった。艦はまた、面積2450平方メートルの前半層を有した。スポンソン上に、船体から外へ張り出したホーグルワニは1867年式21.9口径8インチ砲4門を装備し、なおかつ、それらは反対側の原則に移動することもできた。 選手と選備には、それぞれ1門の1867年式23.3口径6インチ砲が、旋回式砲座の上に設置された。その他、1867年式19.7口径4ポンド砲7門、1867年式9.8口径3ポンド上陸砲2門、オチキス式25口径47ミリメートル5、方針砲8門。 オチキス式20口径 37mm を方針砲4門、381mm 水中減速魚雷装置2門である。76.2mm 上陸砲は最終的にバラノーフスキー式20口径2.5インチ上陸砲2門になった。設計作業は1869年末までに完了し、サンクトペテルブルクのーカイセミャンニコフト部 A ポレーチカネバ川芋の機械工場が心臓艦の建造を受注した。しかし、海軍省の予算削減のために、ゲネラールイコールアドミラールの機構は1870年11月まで連れ込んだ。ゲネラールイコールアドミラールと同系艦一隻の建造は、サンクトペテルブルクのオフタ海軍造船所で行われることになった。ゲネラルイコールアドミラルの建造監督官には、 感染技師の n a スボーチンに当隊員が任命された。公式な帰港日は、1873年5月21日、暦読み13とされた。同年9月26日、歴2に,に、ゲネラルイコールアドミラールは浸水したが、本来であればこの時にはすでに巡航していなければ、ならなかった。完全に巡航するまでには、さらに5年の歳月を要した。 ゲネラルイコールアドミラールの艦隊配備は、手記の準備の遅れのためにさらに長引いた。納期の遅れを引き起こした最大の原因は、ベルト工場で発生した火災であった。結局、動力装置が艦に搭載されたのは1876年のことで、あった。しかも、機関重量は、契約重量より210トンも重くなっていた。その上、 他の部分でも重量は増すばかりであった。すなわち、予備弾薬は倍増し、乗員数は増え、設計時に予定されていなかった 152mm ライフル急砲が搭載され、予定より重い怒りが取り付けられ、その他諸々の積載物の増加があったため、排水量にして512トンの重量増加が発生していた。艦の排水量は5300トンに達し、喫水は 設計より0.68メートル増え、このため肝心の装甲体がほとんど水中に没し,してしまった。海軍減水の指示により、旧砲は基部の補強部分と共に撤去され、予備弾薬も設計段階の量まで減らされ、上部石炭庫は空にしておくことになった。海軍技術委員会は装甲の一部を撤去することさえ検討した。 しかし、ロト戦争後の国際情勢の緊張から、機関の乾燥計画と装甲の撤去計画は中止された。1879年から1880年にかけて実施された試験において、機関は平均で4470図縛り機を発揮し、艦は速力 13.57KN を記録した。ゲネラルイコールアドミラールは姉妹艦。 エジンブールクスキーコートともに1875年にフリーゲートに類別をフリーゲートへ変更された。ゲネラールイコールアドミラールでは1878年夏には遠距離航海が計画されていたが、大やけ身において期間に不良箇所が見つかったため、クロンシュタットに留め置かれた。1878年秋に強い嵐に見舞われた際に、 カムはクローンシタット沖合停泊地で返流によって押し流され座礁した。このため冬の間はドック入りして検査と船体の修理を受けなければならなかった。1879年の活動期までには修理は完了し、1880年8月にはいよいよ太平洋へ向けた遠距離航海へ出航した。海軍技術委員会は 管に出力7000図紙馬力の新しいモーズリー、工場製の機関を搭載し、走行大量端の走行板を撤去する回収設計を作成した。この回収を行えば、排水量は4830トンにまで減ずることができ、速力は 15KN に向上するはずであった。しかし、設計案は採用されず、ただ帆柱が削減されて帆面積が2270。 平方メートルに縮小されただけであった。八百八十五年には武装が強化され、二百三ミリメートル砲は六門、百五十二ミリメートル砲は二門、八十七ミリメートル砲は六門、六十四ミリメートル砲が二門に三十七ミリメートル砲八門が搭載された。このため、かはじめは著しく増加した。満載排水量5300トンの状態において、 走行体は、ほぼ完全に水面下に没した。一部の石炭庫は、上院区画に回収され、そのためもともと1000トン以上あった。石炭石載量は630トンに減じた。このため、高高速度1 2 k n において、航続距離は2000回りに激減した。1892年には、走行艦。 ピョートル・ベリーキーから撤去されたボイラーが、ゲネラルイコールアドミラールに移植された。1893年2月には、ゲネラルイコールアドミラールは、ロシア艦隊の戦闘に立って、国際艦隊に参加し、コロンブスによるアメリカ大陸の発見400周年を祝す、国際艦艦式に参加するため、ニューヨークハンプトン沖合停泊地を訪れた。翌1864年には、 海軍総司令部は、ゲネラルイコールアドミラール、エジンブールクスキー港、ミーニンの各艦から搬送を撤去して7000馬力の蒸気機関を設置、方向並走を換装する回収案を作成した。この回収を行えば、速力は 16.5kN に向上し、航続距離も前の石炭石載量で3000回りまで伸びるはずであった。しかし、資材が不足しており、 また、練習公開の際に搬送が不可欠であることから、この改修案は破棄された。1892年以降、勘は毎年大西洋への公開に従事した。そこでは、大月総大院学校の生徒たちの訓練が行われた。1898年には、エジンブールクスキー校とともに、練習法術文献隊に編入された。この際、古い兵装が撤去されて、 1906年からは練習戦となった。この年はちょうど最初の土球戦艦が出現した年であった。ゲネラールイコールアドミラールによって開かれた装甲巡洋艦の時代は、ゲネラールイコールアドミラールが第一戦を退くとともに幕を下ろしたのである。詳細は、ナローバキ機イフ施艦を参照1900年代になると練習艦として使用されていた。 ゲネラールイコールアドミラールを水雷輸送船へ改装する計画が持ち上がった。設計はクロンシュタット工事部で作成された。バルト海の機雷方兵陣地で運用するため、艦には大きな機雷搭載能力が付与されることになった。1909年には、ゲネラールイコールアドミラールは機雷不設艦に改装され、艦名もナローバに改められた。改修工事に伴い、 排水量は4960トンとなった。出力4000馬力の垂直端式機関1機を搭載し、試験の際に記録した速力は 11.4kN であった。燃料は400ないし540トンの石炭を搭載した。乗員は283名であった。方向並走は大幅に減じられ、 加盟式補充合計 75mm 砲4門と 7.62mm 機関14丁だけであった。その代わりに機雷を多数搭載できるようになり、1912年式機雷で最大658個搭載できた。また、後に丸高二式1911年型無線装置も搭載された。1913年から1914年にかけて、 クロンシュタット蒸気船工場においてオーバーホールを受けた。この際、従来のキセルボイラーを6機のベルビル式水管ボイラーに乾燥する改修工事を受けた。その他、第2船底の床の張り替え、キライコの改装、スクリューシャフトの修繕が行われた。工事完了後、キライ付雪管分献隊に編入された。第一次世界大戦では、フィンランド湾における 嫌い不説作戦に参加した。1917年2月の2月革命の後は、ロシア臨時政府の管轄下に置かれた。同年10月25日、歴録に発生したボリシェビキによる10月革命の、後はロシア社会主義連邦ソビエト共和国政府の管轄下に置かれ、赤色バルト艦隊へ編入された。1918年4月には、 フィンランド王国と同盟したドイツ帝国軍から逃れるため、フィンランド湾のロシア艦隊は、氷海の中を出港する必要に迫られたが、ナローバは、出港が不可能であったため、4月12日にゲリシンクフォールスに置き去りにされた。そのため、ゲリシンクフォールスを占領したドイツ帝国軍に、奪取された。同年五月十四日には、ブレストリトフスク条約と、ハンコゴーイに基づき、 ロシアへ返還され、クロンシュタットへ寄港した。同年8月から11月にかけて、クロンシュタット港への入り口を防衛するための、機雷不設任務に従事した。最も稼働状態が高く保たれている艦船が、集められた、事実上唯一の実動部隊である、バルト艦隊艦船作戦隊に編入された。1920年2月1日には、練習船に類別を変更された。 1921年4月21日付でバルト海海軍に編入された。1922年5月12日から1924年3月14日まで予備役に入れられた。1924年7月11日には再び嫌い不説官となり、1935年1月11日付で赤旗勲章受賞バルト艦隊所属となった。1937年には、 自走浮き基地へ類異別を変更された。第二次世界大戦、すなわちソカオール戦争並びに、独ソ戦の機関は、艦隊警戒部隊の軍事活動拠点並びに、基地として使用された。1944年7月28日付で、艦船名簿から除籍された。その後、資金資産局へ解体のために引き渡され、レニングラード海洋商業構内のウーゴリナヤガーバに、 の岸壁に係留された。そこで、船体の漏水が原因で沈没した。1953年に、赤旗勲章受章バルト艦隊の自己救難聴によって引き上げられ、グラフフトルチェルメタへ解体作業のため引き渡された。ロシア帝国では、聖教会の祭事に合わせて、ユリウス歴を使用していた。そのため、このページでは、ユリウス歴に準拠した都市付日を記載する。 以下に記載するのは、当時の大日本帝国や今日の日本、ロシア連邦などで使用されているグレゴリオ歴に、換算した年月日である。ありがとうございます。